姉川の戦いは雑賀孫一の活躍により織田軍が勝利した。孫一は秀吉に別れを告げると雑賀の里に戻った。だが因果な傭兵稼業、孫一は今度は本願寺の依頼で織田軍と戦うことになる。大阪に向かった孫一は織田軍が海路を封鎖し大阪への物資搬入を阻止しようとしていることを察知、制海権を確保するため大阪湾で織田軍を迎え撃った。今回は敵同士か秀吉。まあ普通にありだろ。第2話大阪湾の戦い、何発だって決めてやるぜ。海と陸から織田本陣を攻めるんだ。信長さんよ、これも仕事だ。ガム、今日もサクッと片付けて、あとは女遊びとシャレゴミ。あかん、腹減った。せっかく来てやったんだ、歩き出してくれ。倒して参る。もうすぐ兵糧が船で運ばれてくる。ここを押さえて兵糧の船を招き入れるんだ。敵将打ち取ったぞ。お見事です。あとは兵糧船を待つだけだ。しかも村上水軍とも合流できたんだ。さすがは俺。素敵な男は何をしても素敵だ。あかん、腹減った。おいおい、反応してくれよ。わしが天下の知恵者秀吉だ。本当に敵と味方になっちまったな。その冗談は普通に笑えない。打ち取ったぞ。なかなかの好きなものよ。逃げるが勝ちじゃ。最後に勝ていい。悪いな秀吉。ああ、普通に悪い。信長様の目に留まる前にお前を引かせたかった。あんなところに道があったのか。我が首見事取ってみよう。敵将打ち取ったぜ。お見事です。顔のいい方が勝つ。未来永劫を変わらぬ真理だ。兵糧だ。兵糧が届いたぞ。しっかりあっちまで届けてくれよ。いざ尋常に勝負。敵将打ち取ったぞ。戦場にとどろく武者ぶりぞ。
船も押さえないと兵糧が運べないな。最下衆の実力さ。いざ戦わん。命の捨て所我が前と定め。うん、お主は秀吉とちょろついとった男ではないか。俺は傭兵だ。前はお前の民か。今回は敵なんだ。これより先には進ませぬぞ。かな、敵将討ち取ったぜ。我らも続くぞ。わしに勝ちしこと誇りに思え。これが最下衆の実力さ。みんなのやる気が出たな。よし、このまま攻め続けるぞ。なんだあのでかい船は。この軍船は不沈無敵。無駄な抵抗はやめるのです。
みんな戻れ。守りを固めるんだ。時は来た。全軍敵本陣を落とせ。腕前見せていただきましょう。いざ戦わん。打ち取ったぜ。見事つかまつったり。その技のせい、次こそは鈍らせてみせましょう。敵将打ち取ったぜ。お見事です。中の実力さ。敵将打ち取ったぞ。わしの若い頃を思い出すの。敵将打ち取ったぞ。なかなかの豪のものよ。押してまいる。
これが最下衆の実力さ。敵将を討ち取ったぞ。見事つかまつったり。誰が女だ。バカだ。俺が女を見間違えるなんて。返しますよ。ぜひもし。逃げた方がいいんじゃない？売れた女の子が勝てんのね。売れてなどおらぬわ。最下孫市、ただいま参上。てか歓迎しよう、最下孫市。これが最下衆の実力さ。親族とあなたみたいな人嫌いじゃないの。敵将討ち取ったぞ。うぬのの覚えたぞ。最下孫市。
必ず報いよう。この銃に狙われたら逃げられないぜ。